大会竹野の心身健康ラジオ。皆さんはおはようございます。竹野内閣園に行く、河原と高校の診療所、院長内会竹野と申します。この放送では医療にますようちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分、1 0分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開の場所に行くや、皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、毎週日曜日は医師国家試験クイズの日ですね。ですけれども、今日はですね、なんと腎臓の問題です。 もう超大好き人造の問題なんですけれども、問題文が非常に長いんで、ちょっと早速問題やっていきたいと思います。えー、今日取り上げるのが第115回の医師国家試験のデー問題51っていうやつですね。これを取り上げていきたいと思います。あの、チャプターのリンク、チャプターじゃないか、あの、リンクに貼ってありますので、えー、もし文字で読める方いらっしゃいましたら、そちらを一緒に合わせてご覧いただけたらと思います。 えーと84歳の男性、人機能低下を主相に来院した。10年前から人機能低下を指摘されて、えー、自宅近くの診療所を定期受診していた。だから、えーと、74歳ぐらいからってことですかね。1ヶ月前の定期受診で人機能がさらに低下していたため、人代替療法の準備を進められて受診した。 人代替療法ってね、まあこの放送をいつも聞いていただいている方はよくご存知だと思いますけど腎臓の移植とかですね、あと透析、血液透析、不膜透析、こういったものを人代替療法っていうふうに言いますよね。はい、えー。で、まあ受診したということで、まあこれ多分専門外来みたいなそういうシチュエーションなんだろうと思いますね。はい。 で、えっ、ー、と、用歴っていうふうに言いますけれども、まあ、あの、以前からある病気、器用歴とか平存症ですね、が55歳から、えー、高血圧症に対して内服治療を受けていると。で、65歳の時、だから19年前ですか、に、えー、腎がんのために、えー、左腎を摘出し、再発なく経過しているということだそうです。はい。で、会社を定年退職後、高齢者向けの パソコン教室の講師を務めているというような、そんな病歴ですね。あと82歳の妻との二人暮らしであるということですね。はい。で、身体診察ですね。えー、お体の方が身長が165センチ、体重60キロ、脈拍68回、1分間に68回生、性、えー、血圧が120の66、えー、腹部は平坦なんで、えー、左、 尿配部に手術痕がある。まあ、これ、腎眼で適宜したあの手術の後ですよね。はい。で、両下肢に軽度の浮腫を認める。まあ、むくみがちょっとだけあるっていうことですね。はい。っていうのが体の状況ですね。で、検査所見ですね。検査所見。尿所見。タンパクマイナス、糖マイナス、栓欠マイナス、えー、賃 に異常を認めない。まあちょっと尿検差はね、えっ、ー、と、以前もちらっとお話ししましたけど、話すと長くなるんで、まあ顕微鏡で見る検査ですね。はい。で、まあ異常はないっていうことですね。で、血液所見。 えー、赤血球330万、ヘモグラビン9.8。これちょっと貧血がありますね。えー、ヘマトクリット30ですね。白血球6300、血小板21万ということで。えー、まあ貧血がありますけど、まあおそらく人生貧血なんだろうっていう。まあちょっとこれだけでは判断できないですけど、まああの貧血がちょっとだけありますね。で、えー、血液性化学所見。えー、総タンパク6.8、えー、アルミン3.7。 尿、えー、素窒素素58、クラチニン3.2、二、えー、EGFR ですね。推定子宮体量化量ですけれども、が、えー、15、えー、ナトリウム140、カリウム4.5、クロール103っていう、ようなそんな結果になってます。まあ、これはね、えっと、まあ、人気度だけは悪いんですけど、クラチニンって普通はね、もう1かぐらいで、まあ、これぐらいの高齢だったら 0. 何零点7とか0.8とか、それぐらいが正常ですけれども、まあ、3.2っていうことで、まあ、この方、 腎臓片方を取ってるんで、まあそういうの変人っていう、か片方の腎臓で変人っていうふうに言うんですけれども、なんでまあ繰し多少は高くなってもいいんですけど、まあそういうにしても高いっていう感じですよね。はい。で、えっ、ー、と、ただまあ電解質ですね、ナトリウム、カリウム、クロールとかこの辺は問題ないっていう、そんな感じの結果でした。はい。で、えー、質問が腎代替療法の選択にあたり、この患者への適切な説明はどれかっていうようなことになってます。はい。で、選択肢が A。 不学投先は可能である。B、夫婦肝心職は可能である。C、両方開始後の就業はできない。就業、お仕事ですね。ができない。A、D、A、両方開始後の旅行はできない、はい A。E、両方選択前に認知機能評価が必要である。ということで。いかがでしょうか。もう一回ちょっと選択肢だけ言いましょうか。選択肢1。あ、1じゃない。A、 腹膜透析は可能である。B、夫婦間人職は可能である。C、両方開始後の就業はできない。D、両方開始後の旅行はできない。E、両方選択前に認識の評価が必要であるっていううな。はい。そんな問題でございます。さあ、これはいかがでしょうか。はい。えー、っと、スペースの方は特になくて、スタイフの方で皆さん回答していただいてますけども、 うんと。ええええええあ、今スペースで回答ありがとうございます。えで。えですか。え以外の方いらっしゃらないですかね。皆さん A えですか。なるほど。迷うな。 そうですね。これ迷っていただきたいというか、これは、うん、そうか。では、A が、回答いただいている方は少なくとも A っていう感じですかね。はい。えこれは、正解は、A ですね。はい。正解の方おめでとうございますっていうか、これちょっと、 <laughs> 正当率高すぎ問題ですね、またね。はい。A の腹膜投石が可能であるが正解ですね。はい。おめでとうございます。えー、っとですね。まあ、これ非常にね、いい問題ですね。これ、逆にね、医学生にここまでの知識あるのかなっていうのはちょっと疑問に思いますけども、まあ、少なくとも、いや、僕、ちょっと学生時代からね、腎臓内科医にはなおうと思ってたんで、ま、あ多分僕は解けたかなと思いますけども、全然腎臓内科脂肪でもない人がこの問題いきなり出たら、まあ、 うんと国語的な問題でね、解ける部分はあるかなと思うんですけれども、まあそういうのもね、結構迷うんじゃないかなという気がしましたね。はい。で、えっ、ー、と、ちょっと一個ずつ解説していくとですね、まず C と D ですね、この両方開始後の何々はできないみたいな、こういうのはね、まあ大体、まあ国語的には罰ですし、あの、普通にできます。<laughs> お仕事普通にできますし、まあなんならこれパソコン教室の講師とかなんで、全然できますね。はい。 で、結構ね、やっぱり、まあ、この方はね、もう高齢で引退されてますけども、あの、腎臓が悪くなる方で、普通にね、働いておられる方、まあ,あの、ちょっと後からも話しますけれども、腎臓の透析療法の導入の年齢って、まあ、年々、 上がってはいるんですけれども、それでもね、若い方、その、普通に、え、四五十代とか、まあ、もっと若い方もいますけれども、で、えー、投石やっておられる方っていうのはいらっしゃるんですね。で、そういう方は、やっぱり仕事の、との両立って非常に大事なんで、えー、仕事とどういうふうに両立してやっていくかっていうのは、まあ、まず考えるべきことなんで、この、できないとかっていうのは、まあ、ありえないですよね。はい。ただ、まあ、血液投石の場合にですね、その、ちゃんと、 その、血管と血管をつなぐ手術をするんですけれども、そちら側にね、えー、負担かけるような、まあ何でもいいですけど例えば重いものを持ったりとかですね、その運送業とかの場合にはね、ちょっと考慮してもらったりする場合もありますけれども、まあ基本的にはね、普通に仕事できます。はい。っていうのは、えー、C ですね。で、まあ、えー、っと、あと D ですね。で、 旅行はできないっていう。まあ、これに関してもね、全然できますね。はい。まあ、これ、ちょっと、どの人大体療法を選ぶかによって対応が全然違いますけれども、例えば、まあ、この方はちょっとできないですけれども、人移植をやった場合には、まあ、普通に日常生活、まあ、免疫抑制剤を飲むっていうこと以外はね、もう普通に全然日常生活を送れますし、あとは血液透析の場合にも、 えっと、基本的には、まあ、施設血液透析をやってる方がほとんどなんですけれども、その方は旅行先で透析をやるっていうこともできますので。 これも全然可能ですね。あの、海外とかでもやる方もいらっしゃいますね。はい。っていうのもありますし、あと、腹膜透析ですね。腹膜透析も、その、透析液っていう、お腹の中に入れる透析液を、事前にその、旅行先に手配してもらってとかですね。まあ、この辺ちょっと準備は大変なんですけれども、でも全然旅行は可能っていうことで、まあ、D は×っていう感じですよね。 はい。で、えっ、ー、と、多分ね、C、あう、C じゃない。B はね、ちょっと悩ましいんじゃないかなと思いましたけども、夫婦間人食は可能であるっていうことですね。これは、えっ、ー、と、まあ、ちょっと奥さんのね、その健康状態に関して全く書いていないんで、それは判断材料にならないんですけどまあ当然ね、夫婦間人食するためには奥さんが全く、あの、人機能に問題ないとかですね。まあいろんな検査あるんですけれども、まあそこら辺が、クリア、 されれなないといけないとけけんですけれどもその前にですね、その前にこの方、このご夫婦は年齢で引っかかってしまうっていうところですね。で、まあ一応ですね、まあ人造学会の方から人造のドナーの基準っていうのが示されてるんですけれども、その中の一つに、あの年齢ですね、年齢が70歳以下。 まあ基本的にただ、まあ、いろんなね、こう、70代でも全然元気な方いらっしゃるじゃないですか。いろんな高齢の方いらっしゃるんで。だから、まあ、一応ね、80歳までを、こう、マージナルドナーというふうに言って取ってはいるんですけれども、さすがにね、82歳から84歳っていうのの人職はね、まあ、やらないので、まあ、B が罰っていうことですよね。 はい。で、えー、っと、あと E ですね。い、e、ちょっと悩ましいかなと思うんですけれども、E は、 あの、認知機能に、あの、疑わしい場合がある場合にはやりますけれども、まあ、必ずしもやるっていうわけではないですし、まあ、この方は多分、普通に、えっと、まあ、定年退職はされてますけれども、今もお仕事を普通にされているので、まあ、これ、この、こういう方に関してはね、まあ、やらないかなっていう感じですかね。ただ、まあ、認知機能は、あの、当然ですけれども、その両方選択に非常に大きくかかってくるので、えー、その、認知症がありそうな方、 とかですね。えー、いう方に関しては事前に、まあその認知機能の評価をやったりすることもありますね。はい。っていう感じです。で、えー、正解が A ということで、腹膜調整が可能であるっていうことですね。で、まあこれは、えっ、ー、と、まあ可能です。で、まあいつも言ってるように、この方は84歳なんで、まあもしかしたら、えっ、ー、と PD ラストっていう、もうあの、亡くなる 時まで、まあこの方のね、他の病気ちょっとわからないですけど、亡くなればで腹膜透析をやるっていうことももしかしたら可能かもしれないですね。はい。で、あとは、まあ、あの、お仕事もされてるぐらいしっかりされてますし、まあ、あと奥さんもね、まあ、奥さんがちょっとどういう、あの、認知症があるかないかとか、その辺も書いてないんでわからないですけれども、まあ、奥さんのサポートが得られるんであれば、まあ、全然腹膜透析一人でもできるんですけれども、ご家族さんに、えー、まあ、見回ってもらうとかですね、そういうので、まあ、 膜透析をやるることとは全然できるかなといいう,うに思いますので、まあ僕も実際の臨床だったらこの方に関しては腹膜透析もしくは奇跡透析の、まあ、いずれかの選択肢になるまあ人職はできないっていうことがあるんでなってでまあ腹膜透析をまああのやることを脱診するかなっていうそんな感じですかねはいと思います ええと、あ、で、ちなみにですね、この方、腎機能が悪い原因は、まあ、皆さんよくわかってると思いますけど、まず、腎臓片方を取ってるっていうことで、その返事になってるっていうことに加えて、えっ、ー、と、腎硬化症っていうですね、あの、高血圧によって腎臓が悪くなる病気あるんですけど、まあ、多分それなんだろうと思いますね。あの、尿所見とか非常に綺麗ですし、まあ、糖尿も、あ、糖尿があるかどうかは、これだけではちょっとわからないですけど、まあ、多分糖尿もないはずなんで、ええー、はい。まあ、ネフローゼでもないですし、っていうことで、まあ、多分、 まあ、あの、古血圧制の人工化書なんかなっていう、そんな感じですかね。はい。ということで、えー、皆さん大正解おめでとうございます。ということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科医の竹江でした。興味津々。